はい、皆さんこんにちは。寝起き花粉症筋トレ男です。ちなみにアマゾン物販もやってます。朝起きて一発目にコルネート食べました。今回は真っ当な批判、真っ当な意見は素晴らしいものですし、そういった意見を SNS 上で発信するという有段英断を行える俗に言う物申す系 YouTuber の存在があるからこそ、情弱ビジネス発信者、信者ビジネス発信者の人たちに洗脳される人の人数が抑制されることはあるものの、どうすぎてしまうと越に浸ってしまうと言います自分自身が行っている批判に対して恍惚としすぎてしまって、おかしな方向に突っ走りやすくなってしまうので、あくまでもまず自分の心っていうのをしっかりと確立させる、わかりやすく言えば自分が天職これだと思えるような仕事を見つけて、自分らしい生き方、自分の価値観っていうのをしっかりと主軸に置いたまま、この大黒柱を崩さない状態で多少意見する程度がいいのではないかという話をさせていただきます。人を呪わば穴二つ。これは陰陽師が呪術を司るとき、相手に呪い返される覚悟をして挑まなければいけないという墓穴という言葉が由来になっているとされていますが、よくよく考えてみると、この人を呪わば穴二つってある意味理不尽な考え方とも言えます。なぜならば、誰かを呪いたいって思うときは、そもそもその誰かにめちゃめちゃ嫌なことをされた結果、この人を呪いたいって思うわけですから、もうすでに嫌なことをされている人に対して呪ったら同じような目にまた会うっていうのは、こっちは一発しか殴ってないのに二発思いっきり殴られてるような感じがしなくもありません。よって、正当な批判はいいんだけれども、過度な批判や方向性のズレが生じてしまうとおかしなことになってしまうっていうのは、19世紀のドイツの哲学者フリードリヒ・ニーチェの深淵を覗くとき、深淵もまたお前を見返しているのだという言葉の方が適切かと存じます。この言葉はニーチェの善悪の批判という書籍の第146節で書かれている言葉なんですが、この言葉だけが一人歩きしているような感じがします。個人的にはこの前の一文とセットで考えることが一番重要だと考えていて、怪物と戦うとき自らも怪物にならぬよう心せよ、深淵を覗くとき深淵もお前を見返しているのだ、この二文合わせて解釈してようやく正確な見解が得られます。何が言いたいかというと、私もこのような形でネット物販と関係のない動画っていうのはちょくちょく出させていただいているんですが、あくまでも自分はネット物販、アマゾン物販が主軸の人間ですから、そのバランスっていうのがものすごく大切になってくるんじゃないかと思いますし、誰かを批判する場合、まず自分自身の芯がしっかりしている前提で批判しないと、その批判による劇場に飲み込まれてしまって方向性がおかしくなってしまう恐れが十二分にあるんじゃないかなってことです。他の動画でも話すつもりなんですが、自称 SNS マーケッターの学生上がり起業家の人たちについても、なんで異常な数の札束投稿、ドヤ顔投稿、俺がこんな金持ちだ、俺はこんだけお金を使っている、こんなブランド品買っちゃった、自分はめっちゃ稼いでいるっていうのをアピールする投稿ばっかりをしているのかっていうと、彼らのビジネスはとにかく自分の虚像を作り出すことに全振りしているので、自分自身の芯が構築できないまま情報発信をし続けているからだと思います。要するに根っこにあるのは自信のない自分なので、それを補うために鉄の鎧のようにいろいろなビジレイクの言葉をはべらせて、どうにか自分自身の自我を保っている状況です。だからこそ、そういったお金持ち投稿に対してちょっとした批判が来るとすぐブロックしたりだとか、こいつらが言ってることは全部嘘だみたいな形で全否定しようとする、臭いものに蓋をしようとする、見て見ぬふりをしようとするじゃないですか。自分のやっている商売に芯がなかったり、そもそも自分に芯がなかったりすると、どうしても過敏になってしまいすぎて、結果的に防御手段、防衛手段が失笑してしまうくらい稚拙になってしまったり、周りで止める人がいたとしても振りほどいて変な方向に暴走してしまうんだと思います。だって単純に考えれば、お金を持ってることは素晴らしいことだと思いますが、お金を持ってることをアピールする必要ないじゃないですか。それに食べ物一つとっても、毎回毎回高級なご飯食べなくても、しっかりと筋トレした後に食べる普通のご飯が一番美味しいと個人的には思います。つまりお金をたくさん使うことで自分の自我が保てる状況なので、たくさん稼いでるのはいいんだけれども、たくさん使わないと生きられない人間になり下がってしまっているということです。隣の億万長者という本を読んでいただければわかるように、年収3000万あっても1年間に4000万使う人は貧乏なんですよ。お金持ったからタワーマンションに住む必要もないし、お金持ったから高級車を買う必要もないってことですね。話が脱線してしまいましたが、お金持ち投稿をし続けなければ自分のステータスが保てない、歪な歪曲した SNS マーケット
ターの思考と同様、過度な批判というのはある種自傷行為にも匹敵するように見受けられることがあります。確か同じくニーチェの言葉で、人を批判し続ける人はその批判の内容が正当であっても周りから見るとみすぼらしく見えるという旨の一節があります。周りを批判し続ける人はその人の批判の内容が正当で真っ当なものであったとしても、周りの人から見てみればその人自身の品位すら下がっているように見えてしまうということです。自分も時々周囲に意見する動画をいちびって出したりしますけれども、その後どっと疲れてしまうことがよくあります。ですから、あくまでも自分自身はネット物販の講師であり、Amazon 物販のコンサルティングをやっている講師であるという主軸があった上で、芯があった上で、プラスアルファとしてちょこちょことこういった動画を出していくことで自分の精神衛生が保たれていると考えています。終始曖昧もことした多少漠然とした話をしてしまった嫌いがありますが、少しでもご参考になったなと思ってくださる方は、よろしければ高評価、チャンネル登録いただければ幸甚です。最後までご清聴くださりありがとうございました。